ET42A 型は、ロシア鉄道で2012年から営業運転を開始したトルジョーク車両工場製の電車。ロシア連邦の国産電車として、初めて可変電圧可変周波数制御方式を用いた量産形式である。トルジョーク車両工場が1999年に試作した ET2A 型の技術をもとに製造された車両。開発にあたっては、 トルジョーク車両工場に加え中央研究所、テップ、NPP ダリニアーやスブヤやスイ、エレクトロアッパラットが参加した企業グループ、電気機械交通機関製造が設立され、2008年から研究が実施された。形式名の ET4A は、トルジョーク車両工場で製造された第4世代の電車、誘導発電機を搭載という意味であるほか、これとは別に、 トルジョーク車両工場では62から9003という番号でも呼ばれている。編成は制御車、中間電動車、付随車で構成される。トルジョーク車両工場が提示した基本編成は8両編成だが最短3両、最長12両編成まで蘇生可能である。車体はそれまでトルジョーク車両工場が生産していた ET2 型よりも長い22メートル級の長さを 有志、乗降扉の幅も 1250mm に拡大している。各車両の屋根上には換気、暖房機能を搭載した NPP ロングハウル製の空調装置が2機設置され、車内照明には LED が用いられる。また先頭車にはバリアフリー対応トイレが設置されている。座席配置は3列プラス3列のボックスシートである。エレクトロアパラットが製造した。 制御装置は、イベット素子を用いた VVVF インバータ制御を用い、各電動車に4機搭載された ATD450 計算小誘導発電機を稼働させる。制動装置として、電気指令式空気ブレーキ、回生ブレーキが搭載し、電気指令式空気ブレーキの故障などの非常時には、自動的に空気ブレーキが作用するようになっている。2011年に、 最初の車両が完成し、全ロシア鉄道輸送研究所の実験線や、ロシア鉄道の営業用路線での試運転が実施された。これらの結果を受けて2012年4月5日に、安全基準への適合を示す、証明書が発行され、量産が決定した。営業運転開始は、同年の6月9日、サンクトペテルブルク、留ガ間の急行列車からである。 当初は30編成の量産が計画されていたが、2013年の時点での導入数は3編成のみであり、さらに2016年に製造元のトルジョーク車両工場が破産したため、以降の増備は行われていない。ありがとうございます。